で、今日はこの2人乗りに乗ってもらいまして、それだからその数を押して、いい天気で、すごいイルカが近くて、ね、かなりこう下を通ったりとか、イルカの動きも近いのにこんな経験はなかなかできないので楽しかったです。カヌーに乗ることがあんまりまずないのと、さらにイルカがそこにいることで、ちょっとそこら辺もまたヒヤヒヤしながら遊んでくれる、この夏の一番の思い出になるかと思います。